回の動画はですね、半年ぐらい前にこちらのね全自動トイレ、このラビーボット S というものに変えました。半年使ってみて、まあ良かったところと悪かったところ紹介しようかなと思います。良かったところっていうのは、まあこのトイレの機能でこの上にですね、砂を貯めておいたら、ここから砂がこうやって補充されて減ったら自動で足してくれるっていうところがすごい良かったかなと。いう部分で。で、このトイレの構造上ね、まず猫ってこう、かき出すときに砂がね、外に飛び散ったりとかするんだけど、まあこういうね、構造上砂が飛び散りにくいと。で、足に砂がついても足場があるんで、そこでね、砂が飛び散らないように、まあ設計上はなっているんですよ。で、これとこれもそうだし、砂をかき出してくれるこの部品も、まあ簡単に取れて、水で丸洗いできるんですよ。トイレのこの部分も引き出せて、簡単に丸洗いができる。っていうのが、半年間使ってて、まあ良かったところかな、というところですね。で、このトイレの悪いところなんですけど、最初に言います。ルトとのね、相性がね、良くないんですよね。ルトは、壁に、おしっこをしちゃうんですよ。だから、ここのね、ゴムのところが、もうね、ちょっと劣化しちゃってるっていう、まず一つ。で、壁にもするし、この櫛のところにもおしっこをしちゃうんですよ。なので、まあ、ここが固まっちゃうと、砂の部分がね。っていうのと、まあ、このね、中が、構造上、ちょっと狭いんですよね。猫からしたら使いづらいのかも、しれないですね。だから、ちっちゃい猫、だからロゼとかはすごい、綺麗に使ってくれるんですけど、使ってくれるし、このデメリットっていうのが全然、感じないんですけど、やっぱりルトとの相性が良くないので、困っちゃうなーっていう部分があるんですよ。本当にね、企業努力を感じるトイレなんです。その前の自動トイレのデメリットをうまく、こう、改善しているトイレなので、すごくいいトイレなんですけど、やっぱこう、使う猫によってはちょっと相性が良くないなって感じましたね。あともう一つ。おしっことかうんちが固まって下に落としてくれるんですけど、この入れ物が狭いですよ。これしかないんですよ。で、ルトの場合、壁とかにおしっこをするから、端っこにやっぱ砂が固まってしまうんですよね。で、落ちた時も端っこに固まるんで、ここがすぐに溜まっちゃうっていうのが、ルトとの相性もあって、ちょっと掃除の頻度が上がってしまうと。いうのが、でもこれは最初からね、分かってたんですよね。ちょっとゴミのところがちっちゃいなっていうのは、ちょっとまあ感じてはいましたね。おちびが使う分にはすごいいいトイレなんですけど、やっぱちょっとルトがね、半年間使ってみて、俺が感じた結論です。なんかまあ3キロぐらいのちっちゃい猫ちゃんとか、ちっちゃい猫ちゃん飼ってる方、おすすめのトイレです、あれは。ね。